はい、皆さんこんにちは。株式会社カーコンセントコストの矢野と申します。今日は BMW328i のご紹介をしていきたいと思います。はい、この BMW328i なんですけれども、よくですね、例えばベンツだとベンツとか BMW のこう328とか320とかですね、そこでよく排気量を示してたってことが以前あったんですけども、なんか328だと 2800cc かなと思いきや、これ 2000cc のですね、直四のターボというのがですね、こう採用されているという車になります。で、 BMW でいうと、やっぱ6気筒のエンジンっていうのが、シルキー6とかいう非常に滑らかに吹き上がるエンジンということで、全世界的にですね、ファンがいた、車になるんですけれども、この車ですね、何も言われずに乗るとですね、こう6気筒エンジンが当然のように乗ってる車なのかなと思うようなですね、スムーズな加速っていうのを最初の乗った時の印象っていうのをすごくしたんですね。それぐらいですね、エンジンからいろんな部分がですね、すごく進化した車になりますので、見た目だけではですね、わからないような車の魅力っていうのもたくさんありますので、そのあたりもですね、伝えられることができたらというふうに思っています。はい、内装外装のですね、解説をしていきたいと思うんですけれども、内外装ともですね、本当にマイナス点というのは特にない、車というふうに言えるかと思います。表面もですね、なんか紺色なんですけれども、紺にですね、中がタンレザーという組み合わせになってまして、非常にですね、大人のスポーツカーというか、セダンというですね、印象というのがあります。で、傷等もですね、ありませんので、横の方もちょっと見ていただくと分かるんですけれども、ホイール等もですね、全く傷というのも、ガリ傷もありません。で、ラグジュアリーというですね、モデルになるんですけれども、このモールの部分とかもちょっと見ていただきたいんですけど、モールもですね、大体よく申し上げるんですけど、ここがすごく曇っているような状態になっている車っていうのがよくあるんですけれども、この車はですね、そういった症状っていうのが最小限に抑えられているということが言えるんじゃないかなというふうに思います。で、後ろの方ですね、回っていきたいと思うんですけれども、やっぱ紺のですね、色合いっていうのがすごく映えますね。パッと見た目の感じよりも実際に見た方がですね、高級感ってすごく伝わるなというふうに思いますね。で、後ろの方もですね、ガリ傷ね、擦ったような跡とかですね、そういったものもありませんので、状態すごくいいかなというふうに思いますね。はい、運転席側の方に回ってきました。運転席側もですね、まずそのライトもですね、昔のライトと違って本当にすごくクリアな状態で、特にこの曇ってる車ってもう最近の車では本当に少ないなというふうに思いますね。で、運転席側の横の方も見ていきたいと思うんですけれども、ここから見てもですね、飛び跳ねたようなものであったりとか、その傷っていうのも、マイナス点というのは本当に特にないですね。全体的に見ても、外装で、実際に、遠方でですね、この色合いの車を探されている方とか、もう見ないで買われる方っても結構今多くいらっしゃいますので、そのあたりですね、実際にこういう動画を見ていただいてですね、車が実際届くと思った車と全く違ったというようなことは、ないかなというような感じですね。はい、内装がですね、こうタンレザーということで、レザーシートのですね、状態も非常に綺麗な状態ですね。本当にこの辺が擦れているような状態とかいうのも全くなくて、とてもいい感じでなってますね。乗るとですね、横もですね、こういったトリムの部分も全部同じカラーになってるんですけども、全体的なバランスもすごくいいです。紺色とですね、この色ってすごく合うんですよね。で、なかなかですね、やっぱり買う時ってどうしても BMW でいうとアルピンホワイトっていう白がやっぱ人気があったりするんですけれども、
こういうカラーリングっていうのをですね、こう選ぶっていうのが案外なかなかしてない場合が多いので、玉数もやっぱそんなに多くないと思うんですよね。でサンルーフもきちんと装備されてます。でエンジンをですねかけるときはもうどっか突き刺すんではなくてですね、まあ、こういったところに置いていただいても構わないんですけれども、まあ、スマートキーという状態でスタートすることができます。でこちらアイドリングストップなんかもついてますので、まあ、エコ性能というのは非常に高いというふうに言えると思いますね。でナビゲーションがですね、BMW がもう数年前から、まあ、全てこういった横長のですね、こういうナビゲーションというのをこう採用しているということになっています。で ETC はですねこちら のミラーの ETC ということになりますね。でこの車は社外品 の GPS レーダーというのもこちらについてますので、まあ、GPS レーダーとかも場所としてもですね、なんかどっか突起して変な感じで置いてるというよりはバランスよくですね、この高さに綺麗に合ってるんですよね。まあ、それで乗ってても違和感なくしてあるっていうのが、いいかなという感じですね。はい、リアのですね方に乗ってみたいと思うんですけど、広いですね。十分な広さがあります。BMW の3シリーズって、まあE90 という以前のやつから E46 っていうその前の2世代前っていうのまで遡っていた時に E46 のですね3シリーズっていうのはやっぱり運転する人が中心で、後ろはやっぱりプラスアルファという印象がやっぱどうしてもあったんですよね。で今やっぱかなり高級感がある、後ろに乗っても快適に乗れるっていうことを考慮した、作り方をされてるなっていう感じがしますね。こういうふうにアームレストもですね、以前だとそのアームレストも一応あるよっていう感じですけど、結構実用性がある感じで、こちらにもカップホルダーなんかもついてまして、すごく後ろに乗ってても居心地がいい空間ということが言えるんじゃないかなと思いますね。後ろもですねすごい綺麗です。もう内装バッチリっていう感じですね。はい、こちらですね、トランクスペース見ていきたいと思うんですけれども、トランクスペースもですね奥行きが結構広く取ってありますので、割と収納のスペースとしては広く使えるかなというような感じですね。どうしてもやっぱこの辺というのはねゴルフバッグ置いたりとか乗せたりとかっていうのを結構やっぱりメーカー側もですねある程度考慮して作ってる部分ってあると思うんですけれども、十分な実用性というのを、備えているということが言えるんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっと走っていきたいと思います。まずいきなりの直線なんですけど、このスムーズな加速感っていうのがちょっと伝わるでしょうかね。これ発足オートマなんですけど、悪い表現の仕方をすると、まあ、悪いかどうかなんですけど CVT のような無段階変速に近いような感覚があるんですよね。それぐらいスムーズなんですよ。ちょっと今アクセルをちょっと踏み込んでみましたけど、ほとんどこう変速のショックなんか全くない感じですね。でスムーズに加速をしてくれて荒々しさもない感じなんですよね。でちゃんと曲がるときにはきちんとスムーズに曲がりますし、ブレーキもものすごく効きます。だから加速する車っていうのは結構きちんとブレーキが効かないと怖いっていうのがあると思うんですけど、乗ってて安心感をすごく感じさせてくれる、そういう感じの車ですね。で走っててですね、これランフラットタイヤがもともとついてる車になると思うんですけど、ランフラットっていうのはご存知の方も多いと思うんですけど、割とそのゴツゴツすることがパンクしない代わりに乗り心地が悪いっていうのがランフラットのマイナス点としてはあったりするんですけど、この車はですね乗っててそういうゴーっていうようなロードノイズを拾ってたりとか、あとはそのゴツゴツと跳ねるような感じの
乗り心地の悪さっていうのは本当に感じないんですよね。だから乗っててですね、心地いいっていう感じになります。で、なんていうんですかね、例えば車何台か持ってたりとかする方だったら、何台かあった時にですね、ちょっとエンジンかけて乗っていこうかなと思うのは意外とこの車になるんじゃないかなと思うような感じですね。すごくいいです。すごい静かですもんね。でブレーキもしっかりと効くと、優等生っていう感じですね。この辺なんかもいいですね。で一応マニュアルモードっていうのがついているんですけれども、まあ、一応やってはみますけれども、あんまりですね、この車でマニュアルモードで乗らなくてもいいかなと思ったりはしますね。これだけスムーズにいってるとですね、なんていうのかな、マニュアルの楽しさっていうのがちょっと半減するような感じがしますよね。さっきね、フィアットなんですけど、フィアットとシフトパターンが逆なんですよ。フィアットはこっちとプラス、引くとマイナスだったんですけど、これ逆なんでですね、結構間違ってシフトダウンしてしまうみたいなことも出てきそうな感じがするんで、オートマチックで十分に満足できる感じじゃないかなというふうに思いますね。とはですね、計器類とかもすごく見やすくて、昔からこの BMW ってこの辺変わらないんですけどね。あとはね、燃費性能なんですけど、これがですね、ものすごく燃費がいいです。10モード燃費でも、16キロぐらいカタログ値で走るんですけれども、実際にですね、ここで出てきているメーター値でも12、3キロぐらいは走るような感じになってますので、このクラスのですね、 E46 とかでどうですかね、6キロぐらいだったと思うんですよね。だから結構長距離、年間で2万キロとか3万キロとか走られる方からすると、このぐらい燃費の差があるとですね、例えばオートローンで例えばこういった車を買った場合にですね、ガソリン代で十分今までのローン分が支払えるというようなことが節約できたことでですね、できて、なおかつ新しい車を買うことができるっていうですね、そういう選択肢も見えてくるような車だと思いますので、そういった視点でですね、車選びされるのもすごくいいかなというふうに思いますね。乗っててですね、このスムーズさとパワフルさっていうのを兼ね備えている感じで、すごくいいですね。はい、いかがだったでしょうか。この BMW の 328i なんですけど、本当に乗ってみてですね、いい車だなっていうのがね、すごく伝わってきます。このクラスのこの形になってからですね、320のディーゼルモデルっていうのが結構売れてる車種で、弊社でもかなり販売をしてきた車にはなるんですけれども、ディーゼルだけではなくてですね、ガソリンエンジンでもかなりの高い、燃費性能というのも持っておりますので、全体的にですね、バランスのいい車として、選んでいただけるんじゃないかなというふうに思いますね。 2000cc の、ターボクラスも含めてですね、 2000cc の中では国産車も含めてもですね、この燃費性能というのはトップクラスになるということがありますので、外車だから燃費が悪いとかエコではないとかいうですね、ことがもうもはや言えなくなったというような、車じゃないかなというふうに思います。かなりですね、渋い選択肢というか、この328を選ぶっていうのは一部の方が本当に良さを分かってですね、選んでこだわって乗ってるなという一台というふうなことが言えると思いますので、ぜひですね、そういった、中古車っていうのはその一人の方しか縁つけることってできなかったりとかするので、
ぜひですね、そういう方と、ご縁がつなぐことができればいいかなというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。